1972年の F1 世界選手権1972年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第23回大会である。1972年1月23日にアルゼンチンで開幕し10月8日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全12戦で争われた。1972年シーズンは チームロータスとその投入したタイプ72のものとなった。インペリアルタバコのスポンサードが継続したが、車両は新たに JPS ブランドをフィーチャーした黒と金のカラーリングとなった。当時25歳のエマーソンフィッティパルディがタイトルを獲得し、最年少でのチャンピオンとなった。ジャッキー・スチュワートは2位を獲得した。BRM は P160 を狩るジャンピエル・ベルト・トワーズが、 モナコグランプリで優勝したが、これが、最後の勝利となった。ドライバーズポイントは1位から順に6位まで9から、6から4から3から2から1が与えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び、後半6戦のうちベスト5戦が、ポイントランキングに数えられた。コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで、各コンストラクター最上位の車両に9から6から、 4から3から2から1が与えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び、後半6戦のうちベスト5戦が、ポイントランキングに数えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び、後半6戦のうちベスト5戦が、ポイントランキングに数えられた。ポイントは、有効ポイント、括弧内は、総獲得ポイント。ありがとうございます。